セグージョイタリアーノ・アペロラソセグージョイタリアーノ・アペロラソは、イタリア原産のセントハウンド犬種の一つである。別名ショートヘアード・イタリアンハウンド。セグージョイタリアーノの短毛の方の犬種で、愛好家からは単に、ラソとも呼ばれている。紀元1世紀頃、フェニキア人がイタリアへもたらした、サイトハウンド犬種と、古代ケルト系のセントハウンドを掛け合わせて作出された。 主にイノシシやシカといった大型哺乳類を狩るのに用いられていた。パックで獲物の匂いを追跡し、発見するという感に立ち向かい、自ら仕留めた。ルネサンス時代に最盛期を迎えたが、その後イノシシの現象や他犬種の人気に押され、衰退してしまった。しかし、ラソは多くのブラッケ犬種の先祖となっており、20世紀に入るとその良さや存在が再認識され、 犬種クラブが結成されて保護が行われるようになった。近年は消毒区としても注目され、イタリア国外でも飼育されるようになった。今日も猟犬として多く飼育されており、ペットとして飼育されているものは稀である。筋肉質の引き締まった体つきをしたセントハウンドである。頭部の形は古代ケルト系のセントハウンドのもので、マズルはやや長い。首と足も長く。 走るのが早い。胸は深く、耳は長い垂れ耳、尾は飾り気のない先細りの垂れ尾。コートは滑らかなスムースコートで、毛色はフォーンやイエローなど。体高52から58センチメートル、体重18から28キログラムの中型犬で、性格は主人家族に忠実で、従順、恩和で優しいが、独立心が強く頑固な良犬気質も合わせ持っている。 しつけは従順に受け入れるが、自分より上位であるとみなしたもののしつけ以外は、受け付けない。両犬としては粘り強く勇敢。家庭犬としては家族に対し優しいのが長所である。しかし、両犬であるため運動量が非常に多く、都心での飼育は難しい。かかりやすい病気は股関節形成不全や、関節疾患、外耳炎などがある。ありがとうございます。